ビスマルク憲法は1871年に制定されたドイツ帝国の憲法である。正式にはドイツ国憲法。帝政時代の憲法であったことからドイツ帝国憲法とも訳される。プロイセン国王をドイツ皇帝と称し、国家元首を兼任の上でドイツ諸法国の名手と定め、統一ドイツ国家の基本法として1919 19年のドイツ革命によって、 バイマル憲法に変わるまでその効力を保った。近帝憲法であり、日本の大日本帝国憲法にも影響を与えた。北ドイツ連邦の憲法を基本として、時の連邦最小オットフォンビスマルクが中心となって作成し、1871年のホ法円チョレルナーサ、ドイツ帝国成立にこの憲法を制定した。北ドイツ連邦の構成国と他4つの国が署名した。 連邦参議院は、各両方の代表者によって構成されており、各両方には定められた議席が振り分けられたが、主に国土面積によって左右されたため大国ほど多くの議席を占めていた。また、連邦参議院には、以下の常設委員会の設置が憲法によって定められていた。帝国議会は25歳以上の成人男性が、有する普通選挙権によって選出された。 議員団によってて構成さされれ秘密投票が保障されていた帝国最小は皇帝によって指名された。連邦参議院の議長を兼任しその職務の監督に当たり、連邦参議院議員に対する優越権を有していた。また、法令や直令は、帝国最小の副賞をもって、初めて有効化する。なお、1918年の憲法の部分修正により、新たに、 帝国議会が帝国最小の会任権を有した。ドイツ帝国民の市民権は各両方の差別なく平等に扱われる。ありがとうございます。